はい、皆様お疲れ様でございます。今回からですね、ファーミングシミュレーター22のゲーム実況をやっていきたいと思います。で、今回やるマップどこか、ランド・オブ・ラ・マンチャ、こちらのマップでやっていきたいと思います。で、今新規データを作成しましたが、新人農家ですね、キャリアモード新人農家で、プレイしていきたいと思います。はい、じゃあこのままねスタートします。で、まず設定ですね、ちょっと、オートセーブはオフにしてタイムスケールは標準にしますが、経済難易度はイージーにします。で、季節前の、成長ありで、他は全オンにします。他全オンにしていきます。定期突っ込みの必要性もオンですね。じゃあ全部全オンにして、やっていきたいと思います。で、縛りとしてはですね、モッドは、こちらのマップに必要なモッドだけにいたしました。他は、モッド使いません。まあ、ここも表示されておりますが、これもね使用はいたしません。なので今回は、モッドなし縛り、まあ、こちらのマップがモッドマップなので、ただしマップを除くという状態になります。はい、じゃあですね、目標何かと言いますと、まずはこちらですね、ひよこ豆、レンズ豆、ニンニク、アーモンド、ピスタチオ、これらをすべて、育成収穫する。そして新しい売却物が18種類あります。これらをすべて作成売却するのところまでを一旦の仮ゴールにしたいと思います。ではですね、いざ進めていきましょう。なんですけど、マップモッド散策の時にこちらのマップですね、獲得した収集アイテム11分の0とあるんですけども、こちらガーリック串があります。1個獲得するごとに5万ドルのお金がもらえますので、3つですね、マップ元散策の時に見つけていますので、先にこれで15万ドル獲得して始めていきたいと思います。じゃあまず1個目ね、取っていきましょう。ここでしたね、確かね、このマップの、一番ね、まあ、ランドマークというか、こちらにガーリック串が1個あります。はい、これですね、まず回収。はいはい、残り10個です。はい、じゃあですね、ちょっと他も残り、2箇所行きたいと思います。はい、今ちょっと飛んできました。ガソリンスタンドの向かいの雑貨屋さんのお庭にあったかと思います。ここですね。あ、はい、ありました、ありました。はい、じゃあこれ獲得していきます。ベッド、はい、残り9個。はい、そしてまた今飛んできました。街中の中にあるお家の中ですね、こちらにも、ガーリック串が1個あります。はい、これで、獲得、残り8個ですが、お金が今、所持金初期時点で10万ドルと、収集アイテム3つ取りましたんで25万ドルになりました。じゃあここからですね、ゲームをスタートしていきたいと思います。はい、というわけで今母屋に飛んできました。で、あとはですね、ちょっといらない車両を売っていこうかと思います。まあ、ここら辺のね乗用車とかも必要ないかと思いますので、こちらもですねショップに直接持ち込みで売りたいと思います。で、ここら辺はですね、時間ちょっと倍速で飛ばしていきたいと思います。はい、今納期販売所に到着しました。で、メンテナンス場が、整備工場ですね、が裏の方だったかと思いますので、こちらの方にね、行きたいと思います。多分ここですよね。そうです、あ、そうですね、そうですね。じゃあこの中に乗り入れます。そしたら、外側ですね、ちょっとスパナのマーク外側にありますので、はい、じゃあここで、売却していきたいと思います。はい、持ち込んだ車両いくらでしょうか。修理した方がいいのかな。はい、とりあえず修理して、で、売却、はい、お値段なんぼでしょう。出てます、お値段出てる。あ、26,820ドルね。はい、ペンで持ち込みだけど、
$26,820。あ、持ち込みでこの価格ですか。はい。じゃあ、これでまず1台売りました。じゃあ、他の車両もね、続けて、持ち込みで売却していきたいと思います。はい、今納期販売所に到着いたしました。ではこのまま、先ほどと同じく、整備工場の方に、乗り入れて売却していきたいと思います。でこれもね、一回修理してから売却したいと思います。はい、どうかな。これで、おいくらになりますでしょうか。修理$6,664ね、ベッドで、はい、売価格ね、$183,461。はい、売却。はい、これで、口座残高$453,242になりました。はい、だいぶねお金ちょっと貯まったかと思います。では、ここから、本題のまず私の車両ですね、購入していきたいと思います。じゃあまずですね、トラクター中の、JCB、 まあお決まりですけどね。で、タイヤはナロータイヤにしましょう。でフロントとローダー取り付け具はクイッカーにしましょうかね。はい、じゃあこれで、購入したいと思います。$219,000。そして、フロントローダーも、購入しましょうかね。フロントローダー、はい、クイッカーですね。クイッカーの、Q7M、 はい、$10,000ね。じゃあこれで、あ、ちょっとパーツの色を変えましょうかね。パーツの色を変えて、はい。どういうのがいいのかな？黒、黄色にしようかな。黒、黄色。はい。で、一応最初のうちは、フロントローダー取り付け具は、どうですかね。まあ、パレットフォークはいずれ必要になりますので、パレットフォークも購入しましょう。はい。というわけで、とりあえず自前のね、車両1台目新品車両1台目となります。はい、これね。はい、じゃあここから私のね、農場が始まっていくわけですが、今日は1回ここで区切りたいと思います。ではここまで動画を見てくださった皆様、ご視聴どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。